さあ、本日も集まれ動物森やっていきたいと思います。で、やっていきたいわけなんですが、おお、トンボがすごいな。アキアカネがめっちゃ飛んでるよ。いやー、なんかさ、アキアカネがいっぱい飛んでると、秋になったって実感しますよね。いやー、もう秋か。早いな、本当に。今年は過ぎ去るのが本当に早い。タイムスリップしてるみたいだわ。はい、ってことで、今日もね、集まりをやっていきたいわけなんですが、今日話していきたい内容としましては、冬アップデ関連になります。で、具体的に何について話していきたいかというと、11月のアップデに関してかな、多分冬アップデって分かれていると思うんですよ。夏アップデみたいに。まあ、第1弾、第2弾、第3弾みたいな。まあ、僕の予想では、第1弾でハーベスト。で、第2弾でクリスマス。で、第3弾でカーニバルがね、多分行われるんじゃないかなと思っているんですが、まあ、現時点ではまだね、公式から話が出ていないので、わからない状況です。ただ、ハーベストは今のところ行われることが決定しているので、今日はね、ハーベストについて少し話をしていきたいという部分と、あとはね、ハーベスト以外に何が追加されるのか、そこについて軽く予想をしていきたいなと思っております。で、まずね、情報の整理をしていきたいんだけど、ネットとかを見ていると、まあ、海外のリーク情報っていうのが存在すると思うんですよ。まあ、大体の方がね、一回ぐらいは聞いたことがあるんじゃないかなと思っておりまして。で、その海外リーク情報で、特にね、有名なのが忍者さんになるのかな？まあ、忍者さんっていう方がね、いらっしゃるんですが、その方がね、めちゃくちゃすごくて、今までの集まりのアップデートをことごとく当てているんですよ。具体的に何が追加されるかっていうところですね。例えば、常吉があそこのプライベートビーチにやってくるっていうところであったりとか、あとはね、夢訪問ができるであったりとか、見知らぬ猫が登場するであったりとか、低木が追加されるであったりとか、素潜りが追加されるであったりとか。で、何がすごいかというと、そういった情報をね、なんと、発売当初の3月の時点で、すでに詳しくね、予想していたっていうのがすごいわ。で、具体的にどこに登場するかっていうのも予想してましたからね。いやー、有名なリーカー恐るべしですよ。っていうことで、今日はね、ちょっと海外のリーク情報で噂になっていることについて、まずはね、前置きとして話していきたいと思っておりまして。で、やっぱりね、最有力候補っていうのがですね、こちらですよ。そう。今、たぬき商店がこちらに立っていると思うんですが、過去作ではデパートが存在したんですよね。まあ、動物森を初めてやった方であれば、あ、そうなのって感じかもしれないけど、今までのシリーズでは最終的にデパートになっていました。まあ、今回はね、ちょっとたぬき商店の2段階目で止まっているわけなんですが、これがですね、やっぱり、たぬきデパートになる可能性が高いらしいですね。根拠って何やねんって言われてもちょっとね、難しいんですが、やっぱり、たぬきデパートは存在する可能性が極めて強くて、で、最近ね、そこについて激しく、まあ、ネット上では議論がされてますね。ただ、デパートになるっていうことは確定しているんですが、多分ね、11月のアップデートでは、まあ、登場することはおそらくないだろうね。さすがに。あとはま、合併が登場するんじゃないかっていう話も出ているんですが、多分ね、それも来年に持ち越しじゃないかなと思っておりますね。で、今回ハーベストが新しいイベントとして登場することが確定しているわけなんですが、過去のアップデートを振り返ると、ボリュームは確かにあるんですが、そこまで新要素がバン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 出ているわけじゃないんですよね。例えば秋アップデートだとハロウィンが追加されたということで、でかいイベントとしてはハロウィンしか追加されてないんですよ。そうそうそう。で、そのハロウィンのイベントに付随して、まあ、新アイテムであったりとか、新格であったりとか、まあ、そういったものが追加されたってことですね。あと固定キャラのパンプキングが登場するとか。なので、11月のアップデに関してはですね、僕の個人的な見解になってしまうんですが、おそらくですね、ハーベスト以外は追加されないんじゃないかなと思っていますね。残念ながら多分ね、それが現実じゃないかなと思っておりまして。まあ、秋アップデでね、例えば、キッズハトノスが追加されたりとか、ハニャが追加されたりとか、タヌキ商店がタヌキデパートになったりとか、カッペイが登場したりとかね、そういったことが起こってくれたらすごく嬉しいんだけど、ただ現実的にはやっぱりハーベストだけ追加って感じになるんじゃないかな。多分それ以外はね、追加される可能性は少ないと思うよ。だってさ、秋アップデが春にしか追加されてないからね、そもそも。9月はアップデなし、で10月にハロウィン、それだけみたいな。まあ、家具とかね、イベントがすごくね、充実してるということで、まあ、ボリュームはね、すごいんですが、ただね、大枠としてはハロウィンだけしか追加されなかったから、多分ね、ハーベストしか追加されないと思いますね。ただ、そのハーベストが今回追加されるにあたって、多分ね、料理機能も実装されるんじゃないかなと思っております。そう、これを機会に料理機能が実装っていうことですね。で、この料理機能についてはですね、ずっと海外のリーク情報で情報が出回ってたんですよ。
そうそうそう。例えば素潜りができるようになるとか、あとはね、夢訪問ができるようになるとか、多分ね、そういったことが指摘されていたと思うんですが、それと同じぐらいね、料理機能も実装されるんじゃないかと言われていて。で、以前ですね、野菜が育てられるようになるみたいな動画をね、僕出したと思うんですよ。料理機能が実装されるっていう噂がかなり出回っているんですが、多分ね、僕も料理機能は追加されると思いますよ。ただ、もしかすると限定的になるんじゃないかなと思っておりまして、要するに何が言いたいかというと、一応料理機能は実装されます。ただ、ハーベストの期間だけしか料理ができませんよっていう、まあそういった形になるのかなと思いましたね。そう、限定的になるみたいな感じかな、簡単に言うと。だから日常的にはできないって感じだと思いますね。まあ正直ね、現時点ではあくまで僕のね、予想ベースでしかないんですが、多分極めてね、その可能性が高いんじゃないかなと思っています。噛み砕いて言うと、料理機能は実装される可能性が高い。ただ料理機能自体は、制限がかかっていて、ハーベストのイベントの時しかできない。まあそのような感じになるんじゃないかなと。で、料理の幅なんだけど、今って食材系のアイテムが割とあると思うんですよ。具体的にどんなものかというと、この間の秋アップデで追加されたカボチャであったりとか、あとはね、フルーツか。そう、フルーツがね、存在すると思うんで、そういったものを使って何かしら料理ができるんじゃないかなと。で、あとはね、ハーベストということで、調味料であったりとか、あとは食材もね、入手することができるので、それで料理を作って、住民とかに振る舞うことができるようになる。もしかしたら、そういった可能性もありますよね。そして、ハーベストで作った料理は、アイテム欄にしまうことができて、それを住民にプレゼントすることができるようになるみたいな。そのアイテムに関しては、ハーベストが終わってからでも、ずっと持っておくことができる。そして、自由に住民にあげることができると。多分そうなるんじゃないかな。まあ、可能性としては高そうですけどね。まあ正直何とも言えないけどね。ただやっぱりね、過去のアップデートとかを振り返ると、まあ極めて難しいんじゃないかな。うん。だって、夏の大型アップデートでも、素潜りと、あとはマーメイド家具が第1弾で追加されて、で、第2弾で夢訪問が追加されたと思うんですよ。まあそういった形で、まあでかいものがドカンとね、乗っかってくるイメージがあるので、まあ多分ハーベストだけになるんじゃないかな。だからまあデパートとか、他のものは来年になるでしょうね。まあとりあえずそういったお話になります。で、なんだこれ、みすずちゃんと、あとは、フリルお姉さんか。お、なんか珍しい組み合わせだね、この会話。この間フリルさんが貸してくれた漫画早速読んでみたんだけど、ヒロインが主人公に一途なところがいいわよね。あたしキュンキュンしちゃった。どういう内容だこれ。ちょっと待って、どういう内容なんだ。それでさ、主人公とライバルとの対決シーン、最高にかっこよかったろ。そうそう、あのライバルの子、きっとヒロインに惚れてるわよね。三角関係なんてドキドキする展開だわ。何この展開。ちょっと待てよ、謎の展開が起こってるぞ、これ。お互いに師匠から教わった必殺技を放ってさ、おほうほう。なんかすごい内容になる。なんかバトル漫画みたいになってるけど大丈夫これ。師匠から教わった必殺技って。最後はどっちが勝つんだって。もう最高に熱いよね、お疲れ。悠々白書かな？なんか感想が噛み合ってない気がするんだけど、同じ漫画の話をね、金くれ。いや、多分同じ漫画ではないと思うよ、それ。いや、見てる限りだと同じ漫画ではないかな、これは。おお、終わった。なんか面白い会話だったな。なんかこういう会話聞くのめっちゃ面白いよね。うわぁちょっと待って、みすずちゃんの頭の帽子めちゃくちゃ可愛いんだけど、似合ってますね。あら、私に何かよ、金くれ。お、めっちゃ金請求してくるな。うちの島民たちお金大好きだからね。そういえば、北の浜辺に船が泊まっているのを見かけたわ。お、マジで、常吉来てんのか。おー、珍しいね。そう、常吉ね、全くうちの島に来てくれないからね。まあ、俺が嫌われてる可能性があるんだけどさ。そうそう、全く来てくれないから悲しかったんだけど。おぉ、今日は来てくれてるのか。ちょっと楽しみだね。ちょっと後で行ってみようか。常吉が来るのは割と貴重よ。で、あれ？触れるお姉さんどこ行った？おぉ、せっかくだから話そうぜ。よっ、社畜、今日も会えたね。お疲れ。虫取り、見回り、花の世話。これから何をしようかね。まあ、やりたいことからやっていこうか。やりたいことからやっていこう。それが一番よ。お、ブーケッチ。こんにちは。そういえばブーケで思い出したんだけど、未だに写真がもらえないわ。ふふ。未だにもらえないっていうね。多分相当仲良くなってるはずなんだけどね。多分好感度マックスじゃないかな。未だにもらえないっていう。ちょっと悲しいわ。そろそろくれませんかね。実は一日のうちで、今が一番眠くなっちゃう時間なんだよね。今何時だ？おー、12時か。それわかるわ。俺もね、なんか昼間眠たくなるんだよね。声かけてくれてサンキュー。あたいに何か用事？31日のハロウィン、もうすぐだね。用意するものがいろいろあって大変だよ。あ、そういえばね、31日ハロウィンですよ。忘れてたわ。すっかり忘れてたけど、そういえばハロウィンやな。とか言っちゃって、準備期間もバッチリ楽しんでるんだけどね。忙しハッピーってやつ。忙しハッピー来た。なんか懐かしいな、このフレーズ。
ーズが。はい。っていうことで、もうすぐハロウィンですよ、ハロウィン。皆さん、準備は進んでいますか？いやー、リアタイ勢にとっては、相当楽しみなイベントじゃないでしょうか。ね。多分、まだ、経験されてないと思うんで。僕はね、タイムトラベラーなんで、すでに経験してますが。いやー、ハロウィンね、めっちゃ楽しかったわ。いや、今作のハロウィンのレベルも高いね。飛び物の時も面白かったんだけど、あつ森ではさらに進化していましたよ。はい、ということで、長々と喋ってきたんですが、今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。最後に、ぜひぜひチャンネル登録もしていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。